医療・介護の人間関係作りたいクローバーこと山田智子です。本日もよろしくお願いします。昨日は職場の人間関係が絶対に改善しない人の特徴3つ、その1についてお届けしました。人間関係が改善しない人の特徴、1番人のせいにする人、2番自分で行動しない人、3番良いか悪いかしかない人。今日はその中で自分で行動しない人についてお届けします。自分で行動しない人は、これまでの自分と違う行動をとったら相手とさらに気まずくなるから、周りから浮いてしまうから、友達からやめておいた方がいいと言われるから、またはもっと上の人が言ってくれたら解決するのに、他の部署から苦情が出たら本人も気づくのに、相手が飛ばされればいいのに、そんな風に考えたりします。実際相手のことを知らないからそんなこと言えるんですよと思った人です。こう思った時、ほとんどの人が相手を変えようとしています。そのため相手、周囲の方、環境によって、そしてあなたの味方、友人や家族の評価によってあなたの行動が決まるのです。あなたの労力とリスクの割に手に入るものが小さいなら、さらにリスクが大きくなるなら、行動しない方がいいということになります。そもそものスタートが相手を変えよう、変えたいだと、たとえあなたが表面上の行動を変えても人間関係は改善しないものです。ではどうすればいいのか。ヒントは、多くの人はどうすればよいのか知っていますよね。メルマガの読者様にはさらに詳しくお伝えしています。今日何か一つ昨日と違うことをするとしたら、どんなことを選びますか？それはワクワクすることですか？今日も素敵な一日をお過ごしください。ありがとうございます。